カキフライ、エビフライフライとは、主に魚介類や野菜などの食材に、卵白やパン粉をつけて、多量の食用油で揚げたもの。または、その調理法を。英語のディープフライを指す、カタカナ英語であり、日本で独自に発展した、西洋風料理の一つに数えられる。日本のフライ料理は、英語のディープフライに相当する。調理方法としては、トンカツを代表とするカツとほぼ、同様であり、 コロッケの揚げ方とも共通する。歴史的経緯から食材が野菜や魚介類の場合にはフライと呼び豚肉、鶏肉、牛肉などの場合はカツと呼び分けることが多い。ただしスコッチエッグフライ、レバーフライなど肉料理の中にもフライと呼ばれるものがあり、一方で魚介類を使っていてもミンチにしてから揚げる場合には魚カツ、フィッシュカツ、 エビカツなどと呼ぶ例もあるなど、境界は曖昧であり、調理方法としては特に区別されない場合もある。現在も営業している銀座の老舗西洋料理店、レンガ亭は、ポークカツレツの開発と成功に味を占めた店主の試行錯誤により、カキフライやエビフライなどを誕生させている。なお、成功しなかったもののカニや平貝なども素性に挙げられたという。 フライヤーと呼ばれる揚げ調理器具フライの調理器具は家庭や小料理店などではフライパンや中華鍋などが使われスーパーなどの業務用厨房やコンビニエンスストア等では専用のフライヤーが使われる。魚を調理する場合アジやイワシなどは身を開き鮭や白身魚などは切り身にした状態で揚げる。エビは身の殻を剥いた状態貝類はむき身の状態で揚げる。カニは 爪の部分をフライに使うことが多い。フライを加熱調理するとき、180度くらいに熱された衣は、メラノイジンと呼ばれる色素の発生により、狐色に染まり香ばしい香りを生じさせる。また同様にディープフライフレーバーという油特有の香りを放つに至る。これらの香りとともに、揚げられる食材の水分が蒸発することにより、旨味の濃縮がなされ、 そしてさっくりとした食感が生まれる。これがフライ料理の持ち味であると言われる。揚げ置きにはステンレス製の専用のトレイを使うか余分な油を吸い取ったり、盛り付けの器に直接油が付着しないようにクッキングペーパーを敷くこともある。埼玉県などで食べられるフライは鉄板で焼く料理であり油で揚げることはない。ありがとうございます。